鈴木です。前回青森まで来ました。でね、どうすかな、何に乗るかな。じゃあまあ新潟まで行かせてよ。こう青森から下がってきて、また新潟行くっていう感じで。はい。腕試し。おう。なおちょんところだ。行かせて、右車行かせて、
時間止まりましたね。ちょっと解凍しみっか、時間あるなら。待ってね、頑張りましょうね。話をする。あのさ、ちょっと聞きたいんだけど、大岩軍曹でいいのかな。大岩軍曹のトップは誰なんだ。知らないのが不思議ですよね。あのまあ、そうですね、最初に返した人かな。マドトシがトップ、そんなにすごいやつだとは思わなかったけどな。勝負で手加減だと。まあさあ、とその野郎、何で落としやがって。なるほどね、ざけんなよ。この時この金は数持ち絶対に返してもらうからな。もういい、仕事する。生きてるね。